アップロダービー。いけ、そのままいけ。おはい、始まりました、はい、今回は2週連続のロケ企画となっております。またロケ、そうよ、ずっと外のどかですね。のどかすぎるな。今回は何をやるんですか、メガネディ。ちょっと皆さん、僕ちょっと皆さんに出会ってから変わったことがあるんですけど、眉毛整えた、すね毛剃った、だ髪の毛切ったとか、あ結婚した。いや、それは違います。なんすか、ちょっと2キロだけ太りました。僕のちょっとした変化にも気づけないぐらい皆さんは眼力が足りません。今回こんな企画を用意しました。見抜け予想しろアップロダービー。何これ。これから行う4つの企画の順位や結果を一人一人予想するという。で、見事予想や順位が的中したらポイントを獲得できる。ポイント、ポイント、4つの企画を終えてポイントが最も多く獲得できた人がアプロの眼力を、眼力を強そう、なんか強そうだね、うん、早くやってみたいところがあるので、ね、どんどんやっていこうかね、うん、はい、行きましょう。1つ目のダービーは開けハマグリダービー。イエーイ。いっせーので、はい、はい、うわーかぶった。これはガンマがかぶったね。 B がウユ、うん、D がリオだね、うん、はい、で俺とガンマが C かぶり、じゃあいけします。最初はグーじゃんけんぽい。はい、これ C 風魔です。まずですよ、しっかり閉じてるじゃん、はいはい、そう、熱逃げないだろうなと思って、うんうんうん、はい、って選びましたね。勝ちに来てない、マジで、うん、じゃあ次、俺のシーン、まあ、純粋にまず色がさ、うん、黒いから、うん、なんか熱とかをこうね、いい感じで、はい、黒いシャツだとなんか太陽の光出ちゃう。そう、素敵だね。そういうやつね。じゃあまあ次、リオ、ね、そうだね、色が綺麗じゃん。なるほど、ビジュアルの問題ね。ビジュアルやっぱ大事かなと思って、はいはい、そうそうそう、まあ、じゃあ最後は、はい、ある意味一番運全振りの、うん、まあそうだね、うん、いやでももう目合ってるからもう若干開いてんのよ、もうあんたもパッって上手なついてるから、またパッて、あ、そう、信じてますこれは、はい、開けハマグリダービースタート。もういい、すぐ開いていい、もうすぐ開いていいよ。あ、もう煙上がってる、もう煙上がってる、早っ、早っ、嘘でしょ、ちょっと待って、早っ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 、 BD がやばいね、 BD やばいな、これ動いてない、やばいな。フーマンのやつもうだいぶ開いてるね、これ開いてる、俺と同じのやってるよ。いや、もう来そう、やばい、やばい、来そう、やばい、来そう、早っ、早っ、早っ、C がすごいんだけど、やばい、来た来た来た、やばい、やばい、やばい、すごいすごい、やばい、やばい、いけいけいけ、あ、でもガンマがちょっと開いた、いけ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 、ガンちゃんのめっちゃ浮いてるでも、いいぞいいぞいいぞ、あのサイド切れたらお前開くよ。俺たちの質が悪いかもしれない。あ、なんだ、閉じたんだ、閉じたよ、閉じた。え、ってことは俺のこれ開くことあんの。風磨さんこれダメです、ね、もう寝てます、寝ました。いや、俺とユウにもちょっとチャンスが訪れる。そうだね、いや、これどうなる、これマジでどうなる。いや、ウユ行きそうだな、行きそう、うん、だいぶ結構落としてきた、落としてきた。俺とリオの回収力の回収力、
やったこれは1位ウユですね。これやった3ポイント。いいね。いやこれリオじゃないのこれ。でもちょっと来る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 。あリオ行く。リオ行く。来る来る来る。いけ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 。おお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 。やったー。リオ2位です。2番です。でもさ、これ俺とガンマ選んだ時点でさ、両方終わったってことだよね。確かに。何のじゃんけんだったのあれ。ちょ、俺と風磨はもう朝になります。はい、順位が出ました。はい、まあで、はい、正直3位以下は俺ら知らなくて、メガネ D ジャッジ、メガネ D ジャッジらしいの、ね、うん、開き具合的に、はい、やっぱガンマさんが最高。やったー。続いてはコップぴったりダービー。イエーイ。せーの、はい。やば、全員一緒。でもこれ全員正解したらポイントゼロ。ゼロ。じゃあ、じゃあ俺変えますわ。じゃあ俺も変えますわ。おい、ついてくんなお前。いや、ここで俺らが抜けたら追いつけるよ。はいはいはい、なるほど、ね、うん、じゃあ僕と風磨は D で、 D でいきます。で、C もなんかちょっと足りなそうな気がするんだよな。 AB はさすがに少なすぎると。そうですね、思いますね。じゃあやっていきましょうか、早速。おお、一番少ない A からいきます。絶対足りない。全然余裕です。え、ちょっと待って、やばい、大丈夫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 、やばいって、もうやばいって、これ待って、やばいぞ、もうやばいって、もうひたひた。でもこれ D は終わりやから。いや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 。はい、次 B ですね。 B です。怖いぞ。誰も選んでません。誰も選んでません。うわわわわ、いやもうちょっと待って、これもしかして、早いね、やばい、ちょっと待って、あ、大丈夫大丈夫大丈夫。おお、あるぞ俺ら、あるぞ、待って、これワンチャンある、ワンチャンある、こっからが勝負ね、こっからが。次ウユリオの、メガネにやっちゃって、そんなん早く、いけいけ、早いな、いけ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 、やばい、やばい、いけいけいけ、やばい、ないないない、やばい、マジか、マジか、マジか、足りません、あ、足りないですね。あれ、よし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 、ウイニングモーターを、うん、やれに、やっちゃってくださいよ、やっちゃって、やっちゃって、はい、あ、もうどんどん溢れちゃうんじゃない、溢れちゃうんじゃない、これ溢れちゃうんじゃない、これ、危ない危ない、危ない危ない危ない、あー、ぴったり、あー、ぴったり、あー、余裕余裕余裕、あー、ぴったり、あー、ぴったり、あー、ぴったりすぎた、あー、ごめん、ぴったり、あー、ごめん、ごめん、ぴったりすぎて、ごめん。ということで、正解は D のペットボトルです。一言言わせてもらっていい、うん、あの俺最初 D に行ったじゃん、うん、なんか変な人がついてきたんだよ。いやいやいや、確かに、俺はガンマを眼力したの。ガンマなら正解を見抜けるっていう眼力よ。なるほど。続いては飛べない紙はただの紙ダービー。イエーイ。懐かしい、マジか、童心をくすぐってくるね。そう、勝負となっております。紙を早速選んでいきましょう。はい、ちょっと順番にちょっと軽く触っていこうかな、うん、あ、折り紙ないっすわこれ、はい、早い。コピー用紙でもこいつもいい気はする。はい、うん、これ光沢紙はちょっとね、うん、なんか要素がわからん、あんま触ったことない、はいはいはい、俺はこの、うん、画用紙を選びたいと思います。いいね。どうしよっかな、何する、ちょっと冒険してみていい、うん、光沢紙いくわ。お、マジで、いや、行くね、じゃ信じてみたい、光沢紙の可能性、ね、うん、続いてガンマは、うん、コピー用紙か折り紙ですね、うん、あの、もちろんコピー用紙。
もうだって折り紙が飛びそうだもん、もうじゃあ僕は、折り紙でいこうかな。小さい、はい、折らない方が飛んでくまである、これ風に乗って、はい、紙を選んだので、はい、早速、はい、紙飛行機作りましょう。イエーイ。じゃあ全員出来上がりましたか。出来ました。なんか名前とかある方います？はい、はい、俺はイエローエンペラーです。ウユさんどうですか。パープルエンペラーで。おい、無理じゃねえか。ガマさんどうですか。ガマはですね、コピーエンペラーです。おお、最後じゃリオさん。はい、あ、クリスタルエンペラーですかね。おー、かっこいい。はい、1位目指して、はい、自分の紙飛行機に愛持って、はい、投げましょう。投げましょう。投げましょう。オッケー。レッツテイクオー。ちょっと待て。テイクオー。ちょっと待て。お、でも、おお、どうだ。いや、どこまで行ったんそれ。やば、ひまわり超えました。やば。4位から行きましょうか。何位からだ。4位がガンマ。ちゃんと上がりましたそれ。3位、はい、うん、はい、リオさん。あー、おー、おー、まあ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 、シンプルすぎたかもしれない。で、2位がウユさん。いや、これダークホース。ダークホースだよ、これマジで。で、1位がダントツ、はい、フーマさん。いや、すごい。いや、エンペラーよ、真のエンペラー。最後は食べたいワンワンダービー。ワンワンダービー。見事正解したら10ポイント。え、逆転あるじゃんこれ。もう10ポイントマジ。最後に最後に勝たなきゃダメっていうね。そういうことですよ。え、ちなみに実物の、うん、ということで今回の協力してくれるワンちゃん、ボーダーコリーのうぶきくん4歳です。めちゃくちゃかわいい。めちゃくちゃかわいい。めっちゃシンプル。すごいかわいい、ね、では最後早速予想していきましょう。はい、ふまさんから予想しましょうか。どうぞ。じゃあ匂い嗅いでもいいよ。これ。お、マジ？おー、いいね。ドッグフード。ドッグフード。普段のドッグフード。理由は、うん、面積が多いのよ。うん、おお、うん。だからまあパッと目について言ってくれるかなっていう。うん、はい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 。っていうは？俺ね、普段食べてるおやつ。おやつか。そう、そう、やっぱね、おやつってなんか食べる頻度少ないと思うから、やっぱね、おやつの方が食べたいなってなると思うから。そう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 。じゃあガンマさん。うん、はい。二つしかないけどね、もうあと。あ、でも被ってもいいのか。被っても。被っても大丈夫。いや、でもここは一人が決めない。俺は10ポイント狙いますけど。マジ？高級ご飯です。おお。理由はなんかもう見たことないなんかオレンジのなんかつるつるが入ってて、これもなんか風味がブワって出てるんで、うんうん、来ます。じゃあ最後リオ。リオはどうする。じゃあこれやっぱりせっかくなんで被らずに、じゃあこうやっていこうかなと思います。いい、ね、はい、何なのこれは。これは何なの。これは馬肉のスティックですね。どうだろうね、ちょっと分かんないんですけど。いや、いい勝負になるんじゃない。いい勝負になるね、これ。綺麗に分かれましたかね。ちょっと一回、じゃあ皆さん準備はいいですね、最後。はい、はい、大丈夫です。最後にあちらにいるふぶきくんに最後のアピールをしましょうか。おお。じゃあふうまさんから。ふぶきくんラブ。ふぶきくん大好きよ。ふぶきくん最高のご飯を用意しました。じゃあふぶきくん I love you。 あ、外向いた。外向いた。無理かも。残念でした。残念だもん。はい、それでは最後いきましょう。リード離してください、お願いします。ということで正解が正解はウユンです。2番が俺の。こっちもいいんだよ、こっちも。こっちもいいよ。こっちも食べていいよ。結果発表。まあじゃあ順位の方をね、メガネディから発表お願いします。では3位、はい、3位がリオさん。お、ガンマさん。おお、同率だ。2位がフーマさん。おー、よかった。
最初最下位だったから。ノイズが出てんだよ。1位ウィルさん。勝因とかありますか？でも思い出に残ってんの、ふぶきくん可愛いしかない。それはそう。それだけ。眼力王は。はい、次イエーイ。ありがとうありがとう。いや、むずいむずいむずい。